皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストに、元参議院議員の浜田克行さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、浜田さんにこの動画に出ていただくのも今回でもう5回目になりましたね。はい、はい、早いですね。いやでも本当にいろんなテーマでですね、貴重なお話をしていただいてですね、はい、本当にありがたく思っております。こちらこそ毎回楽しみにしてます。はい、いやそう言っていただくと嬉しいですね。はい、はい、それでですね、今日はですね、沖縄返還協定条約の問題ですね、沖縄返還の問題、特に、密約の問題もありますので、そこら辺の問題をね、引いてますよね、これはね。はい、そうですね、その問題をお話ししていただきたいと思います。まあ、今年はちょうどですね、沖縄返還50周年にも当たると。でそれだけでなくですね、まあ、ウクライナの危機紛争もあって、それが東アジアにこう飛び火するのではないかというようなんですね、ことも語られてますので、その点も含めていろいろですね、はい、お聞きしたいと思います。それでまずですね、今回のお話も、前回までの続きのっていう部分もありまして、浜田さんが出されました武器としての超、現代史と、この中のですね、一つの章ですね、第、5章に、沖縄返還密約に翻弄され続ける日米関係と、こういう、ね、章を設けて、書かれています。まあ、この内容にもかなりですね、重なる形でお聞きすることになると、思います。で最初に、浜田さんの方から、はい、沖縄返還とは何であったのかと、50周年で今沖縄ではいろんな声もですね、上がっているんですけれども、その後50年経て何が変わり変わってないのかとか言いますかね、そういうことを含めて少しお話を始めていただきたいと思います。はい、わかりました。はい、まあ、ちょうどね、来月9月の11日にはですね、沖縄の知事選挙が ですよね予定されていますよね。はい、ですから、まあ、現職のね、玉木さんが、まあ、再選されるのか、はい、あるいはね、若干新しいお二人のね、新人が取って代わるのか、やっぱりこの沖縄のね、知事選挙の大きな課題テーマっていうのは、一つはね、こう経済、もう一つは米軍基地の問題ですよね。でこの二つともやはりこれまでのね、50年の間にですね、こう本土並みというのは経済だけではなくてですね、この米軍基地の問題についてもですね、核抜き本土並みということでですね、日米が合意したはずなんですよね。でしかしどうもですね、本当にね、こう核のない沖縄なのか、日本サイドがですね、じゃあ米軍の基地にですね、こう立ち入ってそれは検証できたかというと、そういうことは一切出てないんですよね。ですね。はい、だからもちろんそのアメリカの核戦略からすれば、こうこのアジア正面でですね、万が一こう緊急のね、戦争あるいはね、安全保障にね、関わる問題が起こった時には、あるいはまずそういう状態が起きらないようにするために、まずは核の抑止力ということをですね、アメリカは大前提として掲げているわけですよね。とはいえ、やっぱりその核の持っているですね、特にまあ日本というのは、ね、広島、長崎での、ね、唯一の被爆国なわけですから、そういったことを鑑みると、やっぱり沖縄の人たちのですね、まあ、核に対する、ね、感情というものにも配慮して、やはり沖縄の、ね、祖国復帰の時にはですね、まあ、曖昧な表現だけれども、核抜き本土並みということで、まあ、合意ができた。はい、でしかし本当にですね、その合意がね、守られているのか、はたまたもう、ね、表向きはそういう合意はしたけれども、実は裏取引、密約があって、こうアメリカはですね、必要に応じて
まあ、いつでもですね沖縄の米軍基地に核を持ち込めるんだと、うん、でそのことに対して、まあ、事前のですね承認を日本政府が、ね、こう OK を出すかどうか、これ全てアメリカがですね、うん、主導権を握るんだ、うん、ということまでですね踏まえた上で、はい、この本土復帰が決まったと、うん、でアメリカからすると沖縄っていうねこう地理的な条件を鑑みて、はい、うん、アジアの安全保障の要、ね、戦略的にとても重要な拠点なんだから、うん、そこをアメリカが自由に使えるということが保証されない限り日本の安全もね、うん、ありえない、こういう、まあ、論理立てですよね。しかし50年前の状況と、ね、あの今日の状況、もうね、旧、ソビエトも崩壊してですね、アジアでまだ新しいですねこう安全保障環境が生まれてきているわけですから、まあ、そういうことを考えみるとね、やはりもう一度ですねこの50年という、ね、節目の時に本当にね米軍基地があったからね、沖縄や日本のね安全が確保担保されたのかどうか、あるいはこれからのですね50年100年先を考えた時にですね沖縄がねどういう役割をですね期待されているのか、そのことをね我々もっともっとですね自分の問題として考えるべきだと思っています。はい、今総括的にですね沖縄返還とは何であったのかという問題に触れていただきました。その中で、まあ、いわゆる核抜き本土並みが語られたと。しかし実際にはその密約もあってですね、うん、一部お話ししていただきましたけれども、再持ち込みの密約もあったと、うんうんうん、で本土並みっていうことについてもですね、本当に基地のない平和な島の実現っていうのが沖縄の人々の望みであったにもかかわらずですね、いまだに米軍施設の 70% が集中している状況にあると、うん、またあの米中対決の最前線で南西諸島がですね、うん、位置づけられて今軍事的な緊張も高まっているということでありますよね。そして、まあ、最初言われましたその抑止力の問題ですよね、はい、前線基地としてのその抑止力というのが本当に機能しているのと言えるのか、うん、あるいはその核の抑止力、核の傘も本当に機能しているのかと、うん、まあ、そういう疑問もですね、うん、あの出されていると思いますけれども、うん、この問題はこの後一番、うん、あのお聞きしたい点ではありますが、うん、はい、あの具体的な点としてですね、うん、その核の問題で、うん、その一応沖縄返還の合意はですね、うん、核を撤去した上で、うん、その返還すると、うん、で一応そういう合意が結ばれて実施されたんだとされていますが、うん、果たして本当に核兵器は完全に撤去されたのかと、うん、その実証というか確認をされているのかと、うん、この問題について少し、はい、それはね深刻な問題でしてですね、はい、この一応この日米両政府間では核抜き本土並みということ ですね合意がされたわけなんですけれども、この核抜きということのですね検証作業というのは全く行われてこなかった。要するに日本とすればアメリカがそう言っているんだからアメリカの善意を信頼するということをですよね。ですから、まあ、あの当時はですね、まあ、ベトナム戦争の真っ盛りの状況下でもありましたので、まあ、アメリカからすると沖縄というのはですね、ベトナム戦争に勝つための後方支援基地ですよね、の役割が大きかったわけですよね。ですからこの連日のようにですね、沖縄の米軍基地から爆撃機がですねベトナムにね飛んでいき、はい、まあ、時にはですね枯葉剤、要するにそのね、ベトコンがねやっぱりこうなかなかこうアメリカをですね蹴散らすような勢いでですね、うん、この軍人と一般のね国民の区別がなかなか難しいんで、はい、もうアメリカとすればもうね軍人だろうと民間人だろうと関係ないと、うん、もう一斉にですねこう空から、大量のですね、まあ、エンジェントオレンジ
枯葉剤をばらまくことによってこうベトナムもですね自分たちが自由にできる、うん、そういう、まあ、非人道的なですね戦略の拠点として沖縄が位置づけられていたわけですね、はい、ですよね。ですからその枯葉剤等のですね生物化学兵器と言われるそういうもののですね貯蔵庫、うん、貯蔵施設が、うん、まあ、沖縄の米軍基地、うん、にはねたくさんこう、はい、当時はですねこう期待されてた部分があって、うん、核兵器もそうですけれども、まあ、原潜がね、うん、頻繁にですね沖縄にはですね、はい、やってくる。でまたそういう生物化学兵器をですね、うん、沖縄から飛び立っていく。でそれが50年の間にですね、うん、こう状況がね大きく変わっているにもかかわらず、うん、ね、核の問題も未解決、はい、まあ、してはですねオレンジ、ね、エージェントオレンジ、うん、枯葉剤のですねこれがどんどん、まあ、米軍基地からですね流出している。そのことによって環境汚染のみならず健康被害までですね、うん、沖縄ではねこう起こっているのに、それをですね日本政府がしっかりと現地に入ってですね調べるということすらですねできてない。これはですね本当に日本がね独立国と言えるのかどうか、ここはね極めてね深刻な問題をこの半世紀ずっと引きずってきているということですね、うん、ですよね。だから独立国として対等平等な交渉が本当にできていたのか、それに根本的なやっぱり疑問があるということですよね。そうですね。それは今も続いていると、うん、そういうことですね。だから当時からですね、まあ、密約説っていうのがあってですね、はい、まあ、これはその表向きはこうアメリカはね核抜き本土並みで沖縄をね返還するけれども、はい、これはあくまで表向きの話であって、うんうん、実際にはねアジアの情勢っていうのは流動的でですね、うんうん、何が起こるかわからない、うん、頼みになるのはアメリカので、ね、核の抑止力やアメリカのねこう前方展開軍事力だと、うんうん、でそれがなければ日本もですねこうね独立、安心できないということで、うん、まあ、相当ですね、うん、アメリカに、まあ、譲歩をしたということですよね、うん、はい、ですから核抜き本土並みということだって当時佐藤政権でですね、はい、まあ、アメリカとのね、まあ、秘密交渉の責任にね、うん、指名された京都産業大学の赤泉圭教授ですね、はい、かなかその方がねこうワシントンに乗り込んで、うんうん、まあその両、3年以内にこう返還をね、うん、実現するというような日本向けのですね、うん、こう合意ができたんですけれども、はいはい、その両3年というのはこう若泉教授がアメリカを政府を説得するときにはこの両3年以内にどういう形で沖縄をね日本に返還するか、うん、その方向性を決める、うんうん、だから実際に沖縄が日本にですね返還されるのはいつになるかということは一切約束してないんですよね。だからそういうことがですね当時のねこう言ってみればアメリカの公式の文書の中にはしっかり出ているけれども、日本はですねそこのところは都合が悪いことがですねこう見ない聞かない言わないという形になっているんですね。岡泉さん重要な書物を残されましたよね、うんうんうん、そしてその後、うん、なぜか、うん、自殺という形でしたですか、亡くなられた、うん、そうですね、ですよね。私もね赤泉先生とは、まあ、まだお元気だった頃、うん、もう何度もご一緒しましたし、うん、まあ、沖縄のね返還に向けての日米共同会議っていうのがですね開かれた時にも、はい、まあ、当時の赤泉先生ですとか江藤新吉先生、うん、東大のね、はい、あと慶応の神谷富士先生、うん、まあ、いろんな方々がですね集まって、ね、はい、アメリカとの、ね、交渉、うん、どうやってね日米で合意をね形成するか、いろんなね話を、まあ、聞かされたことがありました、うんうん、だから、まあ、若泉先生としてもですねやっぱりね当時の日本とアメリカとのですね経済力、政治力、軍事力のね格差の中ではですね、うん、やっぱりねこうある程度、まあ、妥協をしなければ沖縄の、ね、復帰が実現できない。アメリカからするとですねもう占領軍
としてのですね、うんうん、もうね、言うことをね、俺たちの言うことを聞いて当たり前だという上からの立場からですね、うん、交渉しますから、うん、絶対に沖縄を返還 させない、うん、しないっていう強い声もね、一部にあったわけですからね。そうなんですよね、はい、だからそこでやっぱりある程度妥協の産物をね、うんうん、生み出さなくてはいけないというですね、そういう使命、うん、密使、特使としてのですね、うん、赤井先生責任と苦悩も ね、 そうですね、あったんでしょうね、はいはい、日本の国益を守るためにできる限りのことはやったにもかかわらず、うん、思い通りのですね、うん、返還合意が実はできてはいなかったんだということだと、ね、いうことですね。おっしゃる通り、はい、それでですね、今の沖縄返還に伴う密約の関連でもあると思うんですけれども、具体的に予算の問題もここでですね、触れられているので、うんうん、核兵器撤去にも通じるような予算の問題も少し触れられてますけど、予算関係そのものについて少し、うんうん、なぜ日本側が負担するのかという疑問もありますけれどもね、うん、そうですね、はい、だからまあ基本的にはですね、アメリカの立場とすれば、うん、日本をね守るためにまあ、沖縄の米軍基地だけじゃなくて日本至る所に米軍基地をですね、はい、こう維持している。でその経費、うん、これはですねやっぱり日本のために米軍をね駐留させているわけだから、その維持費これは当然ですね、うん、日本が負担すべきだと、まあ、こういうことですよね、うん、それとやはり徐々にこの沖縄の負担を軽減するために、まあ、沖縄にあるね米軍基地、特に海兵隊なんかはですね、まあグアムにですね移転するということもね前向きに検討しましょう、はい、ということになったわけですよね。でもそのじゃあグアムに移転するために必要なですねグアムのインフラの整備、ね、道路から始まってですね港湾、それと住宅、そういうものもですね全部ね日本政府が、負担をするということになっている、ね、でところが日本政府はですね、まあ、多額の、ね、こう移転経費を払ったんだけれども、うん、全然グアムではですね、うん、そういう工事も行われなければですね、うん、未だにですね、こうグアムへの、ね、移転っていうのはですね、うん、一歩も進んでないですよね。はい、ただそれはまあ、うん、普天間、うん、基地移設と辺野古への移転に関連して出た問題ですが、うん、今最初にお聞きしたいのは、うん、沖縄返還に関連してのですね、さまざまな費用が日本側に、はいはいはい、そして核兵器撤去につながるような予算を見せかけであったので、うんうん、その点についてちょっと、はい、まず、だからそれはね、はい、要するにアメリカとしてもですね、はい、こうそれだけ日本がねこう言ってみれば核のですね、うん、まあ移転というかですね、沖縄からどっか他のね、はい、アメリカの本土なりグアムなりね移転する時のですね、うん、経費としてですねこれだけね日本が予算をですね、うん、計上してくれている、うん、だから日本政府とすればですね日本の国内向けにもですね、うん、これだけの予算をですね、うん、まあアメリカに提供してるんだから必ずアメリカもですね、うん、その経費を使って核兵器の移転ということをね、あるいはその米軍の施設そのもののですね移転をやるだろうと、そういうまあ善意、そういう信頼ですよね。でしかしじゃあ本当にその核兵器これをね移転したのかどうか、これについてはですね日本政府が一切ですね関与できない、要するにアメリカの言うなりアメリカの言ってることをまあ信用せざるを得ないという一方的な偏無的な中身なんですよね。ですよね、でこれはですね、うん、やっぱりこうお互いのね独立国同士の交渉としてはですね、うん、ありえない話ですよね、はい、当初その沖縄返還に要する費用の全体は3億2000万ドルというものが公表されていたんですが、うん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 、実際には6億5000万倍以上ですよね、万ドルというですね、はい、倍以上のものであったと、はいはい、今お話ししていただいた、うん、その沖縄に配備されていた核兵器を県外に移動するという名目の予算が、うん、その7000億ドル、そう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 ですね、計上はされていたと。そうそうそう、しかしこの計上というのは実は見せかけであったのではないかと、そういうまあ疑念というかですね、がこれがずっとですね
まあ、くすぶっているですよ ですよね。この予算があるから、うん、日本政府がこれだけ多額のお金を払うのだから、うん、米軍の核兵器は撤去されるに違いないという、うんうんまあ、そういう思い込みといいますか、うん、そういう形で、うんうんうん、その日米合同の見せかけの世論操作がされたのではないかという疑惑があるとこう、ね、そういうことですね。だからそれはやっぱりね最もなね、はい、こう疑問点なんですよね。ですよね、だから確認作業が一切されてないんですからね。 その通りなんです、はい、ですから、まあ、日本とすればですね、まあ、アメリカに対するですね言ってみればこう恩を売るというかですね、うん、アメリカだってですねこうあちこちでね対外的な戦争をですね、うん、こう遂行している中で、はい、こう財政的にはですねとても厳しい状況にね、うん、直面している、で結果的にはねベトナムからもですね追い出されて、はい、その後もねアフガニスタンでもですね同じようなことが起こっているわけですから、まあそのためにですねこう多大なね財政的な負担っていうのはアメリカの国内でもですね、うん、国民に対して説明がつかないわけですよね。だからそこのところを日本は、まあ、なんとか忖度をしたというかですね、うん、アメリカがこれだけねこうやってくれているんだから、そのためにはですねこう日本としても最大限のですね、うん、こう予算を計上して、そしてアメリカとの間の信頼関係の下で、うん、この、ね、返還を、ね、実現するんだと、まあ、こういう話ですよね。ですから、まあ、ある種、まあ、アメリカにとっても日本にとってもそういう予算これだけもう計上してるんだから、うん、必ず核抜き本土並みというですね、うん、こう目標が達成されているはずだですよ ね。この世論操作ですよね、うんうんまあ、だから疑惑は未だに言われていて実は今でも、うん嘉手納とかですね、そうですね、このキャンプ場がどこかに核兵器は貯蔵されてるんじゃないかというようなことをね、うんうん、指摘されてる方もおられます。そうです。だから米軍のねこう駐在した経験のある兵士たちの内部告発とかですねいろいろありますからですね、 あるんですね、うんまあ、もちろんね原子力潜水艦っていうのはねもうもっと頻繁にですねこう沖縄にはね寄港をしておりますしですね、うんうんまあ、そういった意味ではやっぱりこれは準軍事的なですね、まあ、機密事項にも当てはまるわけですね。アメリカがこのアジア正面でどういうようなですねこう最先端のねこう技術あるいはね、まあ、装備品をね蓄積しているのか、その中に核がね入っているのかどうか、これはだからアメリカからするとこれはあくまで、ね、軍事機密ですよねという扱いですね。で沖縄返還と密約でそのお金に関することで言えばかなり早い段階で、当時の毎日新聞の西山武さんがスクープされた件がありましたよね。あれも問題がすり替えられてです ね、そうですね、女性絡みのなんとかでですね、うん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 、西山武さんがあたかもですね、うんうん、何か重大な、ね、問題を起こしたかのようにすり替えられましたよね。しかしあの時滝さん石山田が指摘されていたのは、うん、まさにその密約で隠されていた金額の一部であり、うん、それ以上のね多くのお金が実は動いていたんだというのが後ほど明らかになってますよね、うん、そうですね。だから時間を経るに従ってですね、はい、やっぱりアメリカとしてもね情報公開のね法的な、うん、まあ言ってみれば制度がありますからですね、ただまあそれが明らかになった時点ではそのね、当時の、ね、責任者はもう、ね、ほとんど、ね、こういないという状況ですから、まあ、そういった意味では、ね、きちんと日米間のです、ね、本当の、ね、こう同盟関係がです、ね、機能しているのかどうか、はいですね、そこのところを、ね、やっぱり、ね、我々はです、ね、こう遡って歴史的にですね、ね、さかだか50年前のことですからね、うんうん、それをやっぱり検証していくというね、普段の努力、うんうん、これが欠かせないと思いますね。ですよね。まあ、でも今、情報公開制度、アメリカのことを触れていただきましたけど、うんうん、少し不思議な気がするんですね。これだけのこう密約とかですね、はい、謀略とかを行っている国が、情報公開をね、30年経ったら外交文書をね、ほぼ、まあ、もこの一部にはもちろん黒塗りがね、うん、あるわけですけど、うん、日本の場合はほとんどそれを
しない、で一部出たやつもほとんど黒塗りというですね、うん、だから日米間の密約のほとんどは日本側からは出ずに、うん、アメリカから公開されて初めて日本でそれが明らかになると、うん、で明らかになった後も日本政府は認めないという、うん、この密約の問題はずっとそういう対応が続いてますよね。そうですね、これはだから根が深いというかですね、はい、まあ、やっぱりこうね、メディアを含めてですね、そういう情報公開に対するですね、うん、こう真剣なね、はい、こう取り組みというかですね、まずそれを支えるね、こう有権者、うん、国民のですね関心のレベル、うん、これがやっぱり、ね、日々のですね、こう今で言うとね、いろんなまあこう、旧統一教会とのね、日本の政治家とのね、こうつながりみたいなことを、ね、そっちの方にね、なんかみんな関心がシフトしてしまっている、うん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 、ですから大筋のですね、本当のね、日本とアメリカとのですね、こう約束と、ね、これがね、守られているかどうか、そのことすらですね、自らが検証できないというのでは、まあ、冒頭申しましたように、本当に日本がね、独立国家そうですね、と言えるのかどうか、うん、大いにですね、疑問が生じるところですね。あの細川政権、93年の細川政権に次いで、2009年に誕生した鳩山政権では、岡田外務大臣を中心にその密約問題をですね、検討するっていう形で取り組まれたんですが、その結果は非常にこう中途半端という言いますか、まあ、4つぐらいの密約をこう認めた部分はあるんですけれども、実はそれ以上のいろいろな密約もあったにもかかわらず、そこら辺が公にはならなかったと。しかもその密約を検討する委員会のトップに、その自民党政権でもずっと外交ブレーンの一つだった北岡伸二さんをトップにして委員会をしたと。僕はあの人事を見た時に、これは完全にこの密約を明らかにすることはできないなと思いましたけど、そこら辺についてはどうですかね。それはそうですね、これはやっぱりね、あの鳩山政権時代のですね、やっぱりアメリカのね、もう当時のオバマ大統領なんかはですね、もう絶対にね、鳩山さんと会わないですね、そんなこと言ってたんですよ ね最初。そうなんですよね。ですから、まあ要するに都合の悪い、あるいはそのアメリカのなんていうかこうね、考えていることに反するようなですね、動きをするような日本のね政治勢力はあらゆる手段を通じて潰す、ね、まあ、そのためにアメリカはですね、もう日本のね主だった政界あるいはね官僚、彼らのね行動言動もうつぶさにですね、言ってみれば盗聴を含めてですね、フォローしてるわけなんですよね。まあ、ですからなかなかね、日本がね自前でそこのところをですね突破口をね切り開こうと思っても、日本自身がですね、そのアメリカと対等のそういう情報収集能力、そういうものをですね持っていなければ、もうね勝負ならないですと思いますね。はい、で少し触れていただいたのが、その太田知事の時に、あの95年ですか、少女、まあ、暴行事件、暴行と言いましたけど、もう強姦事件ですよ ね、 すね、が起こって、まあ、普天間基地の返還が、まあ、世論反基地闘争が高まる中で出てきたと。しかしそれも条件付きでもあったということで、ここで当時の太田知事が、提起された米軍基地の撤去要請を日本政府に突きつけたんですが、この裁判で最終的には最高裁が、そう、離れられるんですよね。離れるんですよね、まあ、ですからそれもね、やっぱりこう沖縄の人たちのね、まあ、気持ちというのがですね、置かれているね、こう状況、こんなひどいことをね、まあ在日米軍のね、沖縄のね、米軍の基地、彼らがやってたってことに対してですね、もちろん多くのね県民がね、それに怒りをねあらわにして、デモをやったりですね、やって、自分たちの、ね、を訴えたんだけれども、残念ながらですね、沖縄の本土の空気と東京のですね、政府のですね、こう受け止め方、
やっぱりこのギャップがね、もういかんともしがたい、そういう状況でですね、いくら太田知事がですね、こうね、一生懸命ですね、やられたとしてもですね、なかなかそれが届かない、これが今の当時も日本のね、こう地方政府のですね、こう現状だから、なんとかね、少しでも沖縄の気持ちをね、取り戻そうっていうので、まあ、経済的なね、そういういろんな補助金だとかですね、お金でもって沖縄の人たちのね、気持ち、これをね、こう取り込もうとして、基地交付金の活用とかですね、そうですね、はい、でも果たしてそれだけでですね、こう沖縄の人たちがね、本当にね、まあ日本人、日本国としてですね、納得できてるかというと決してそうではなくて、やっぱかってのね、まあ、琉球王国の時代からの歴史を持ってる沖縄ですから、もちろんね、薩摩のね、日本との関係でもやっぱり中国ともですね、ちゃんとね、こう交流をね、重ねてきた、そういう独自のですね、まあ、琉球王国、今の沖縄のですね、そういうその歴史というか外交努力というものもあったわけです。でしかもね、別にその日本政府からの基地交付金とかなくてもですね、今沖縄の持っているですね、地理的なね、要素、アジアへのゲートウェイですよね。ですからそういった意味でいくと、もっともっとね、沖縄というものがですね、いかにアジアと一緒になってですね、新しいね、資源の開発だとか、医療の特区だとかですね、教育のね、こう増進だとか、いろんな形でですね、また日本のね、こう東京とは違った観点で、こう経済発展のですね、はい、こう可能性を秘めてるわけなんですよね。そう思いますね、はい、だからそこをもっとね、注目すべきだと思いますし、だからただ単にね、こう何かこう反対運動、反米基地闘争を和らげるために、こうなんかお金でもってですね、関心を買うというような、そういうやり方はですね、もう通用しないと思いますね。で、あの太田知事のその再選を阻むためにあらゆるこう働きかけを行ったと、どういうお金も動いたんですかね。まあそれはやっぱりですね、アメリカからするとですね、こうアメリカにとって不都合なですね、はい、政治家ですよね、だからその人のですね、やっぱりね、評判を落とす、いろんなスキャンダルのネタを含めてですね、まあアメリカっていうのはそういう情報戦、これについてはですね、とてもね、たけたものがありますから、マスコミ、メディアに対するですね、いろんなアプローチ、でまたやっぱりこうアメリカ発の情報っていうのがですね、やっぱり日本のね、特にまあ中央にベースのあるマスコミ、メディアからするとですね、やっぱみんなアメリカ経由で入ってきますからですね、だからいくらね、太田知事がこう正論、これをアピールしてもですね、なかなかそのまま通らない、そのまあ情報網のですね、言ってみればこう厚い壁、これをね、アメリカがですね、これまでね、どん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 高くしてきて、だからそこのところを突破するには、やっぱりね、こう沖縄からもっともっとね、アジアに向けた情報発信という新しい観点からのアプローチも必要だと思いますね。そうですね。ただお金の問題で言えば、日本政府はその沖縄の選挙に機密費ですか、それかなり注ぎ込んだのではないかと、そういうことは言われてますよね、はい、まあだからそれは今でもね、はい、やっぱりこう、ね、官邸の機密費っていうのはですね、と 外務省と、そうですね、大きな ね、 そうですね、だから要するにこの使途不明でね、はい、何に使っても構わない、ね、当然のことながら政権をですね、維持する、政権にとって都合の悪い、そういうね、情報、報道、人物は、ね、抑えていく、これが日本全体の、ね、国益に関するということですね。メディア対策、選挙対策、野党対策にも使われていると言われてますよね、そうですね、だから、まあそういった意味ではね、政治の世界っていうのはそのお金、また影響力、まあ、それがね、回り回って票を動かしたりですね、利権団体に還流していく、はい、そういうところは、残念ながらですね、未だに変わってないということですね。そこら辺を変えていく必要が本当にあると思います。
それでもう一つお聞きしたいのが、はい、最初にあの少し言われていた、うん、あのグアム移転の経費の元々のその前提が実は違うんじゃないかと、うんうん、公表されていたのは元々、うん、海兵隊が、うん、8000人ですか、ね、で家族が9000人、うん、実は、うん、実態は実態両方を合わせても9000人もいない、8000人じゃん。だから実態ではあったと、そうだから相当ね上乗せ、うん、都合のいいよ、これだけたくさんの人が、ね、はい、沖縄からグアムにね移転するんだから、うんうん、ね、はい、それだけ予算が必要ですよと、はい、あいうこと。だから日本政府はアメリカから言われた、ね、人数をそのまんま額面通り受け止めて、その移転経費を算出してお金を払ってるわけですよ。ですよね、うん、でも実際ね沖縄に沖縄から、グアムに移転した人はほとんどいないしですね、でしかもその家族含めた人数はですね後で分かるんだけれども、うん、当時ねアメリカ政府が行っていった人数の半分ぐらいなんですよね、はい、ですよね、なんていうかこれ見せかけというか、うんうん、もう完全なこう上乗せをね、そうですね、うん、やってそういうことを言われてもです、ね、逆に日本の側がね反証するだけのですね、はい、こう情報収集力がないからなんですよね、だから言われたらはい、あそうですかということにですね、うんうん、甘んじてしまっているんですよね、うん、あの、うん、この本のですねこの章の冒頭にですね、はい、あの浜田さんが、はい、あのきちっと触れてくれている言葉を少しご紹介させていただきたいと思いますが、はい、そもそも自国の安全保障を同盟国とはいえ外国の軍隊の駐留によって維持するという発想が独立国としては常軌を逸していると、うん、はまさにその通りだと思うんですよね、うん、いやそう思いますね。だから確かにねこの第二次世界大戦、はい、太平洋戦争でですね日本がね、うん、まあ、敗戦を経験してアメリカのね、うん、ある種そのまあ支配下に入った、はい、それはねもう否めない事実でありますけれども、うん、その後ねきちんと日本は独立国としてですね戦後復興の歩みを始めたわけですよね、うん、だから同じことはねドイツにも当てはまるんですけれども、うん、ドイツにだってね米軍基地はあります、うん、でしかしながら日本とは違ってドイツはちゃんとですねまあ、米軍基地の中のですね、そうですね、査察もやっていますしですね、まあ、そういった意味ではですね日本みたいな、ね、いわゆる思いやり予算というようなですね、もうね、お金で持って、してますよね、そうそうそう、日本は、そういうことはそういうことをやってる国は他日本にはないですよ。韓国も地域予定を変えて、うん、環境問題では立ち入りの権利を勝ち取りましたよね。そうですね。だから韓国ですらですね、うん、そういうねあのアメリカとの間のある程度ね緊張関係を保ちながらこう同盟関係を維持することにね不信をしてる、うんうん、だから日本はねなぜねそういうところにですねこう踏み込んでいかないのかですよね。でそれはやっぱりね相当日本のね当時も今もそうでしょうけれども、まあ、政策立案決定権を持っている人たちのですね、はい、こう情報、はい、まあ、言ってみればスキャンダルを含めてですね、うん、それをねやっぱりアメリカに逃げられている、あそういうのがあるんでしょうね、というのがありますよね、うん、そうなんですよね、はい。それであのもう一つお聞きしたかったのがですね、アメリカで海兵隊削減論というか不要論さえ出てきていると、はいはい、そうですね、これについては日本ではあまり報道されることがないんですよね、うんうん、そうですね。だから、はい、まあ、あの戦後ね、まあ、1960年代70年代、アメリカの中でもですね、うん、こう海外のね海兵隊をですね維持する、うん、それは相当コストもかかるわけですからですね、うん、で第一ね海外にそういうね海兵隊員をたくさんですね、まあ、駐留させていても、そのことによってアメリカのですね国益なりですねアメリカの安全保障がね確保できるか、冷静に考えるともこれからねハイテクの時代でですね人がねこの現地にいなくても情報収集とかですねあるいは反撃能力っていうのはですね十分に人に代わるですねこう手段がこれから出てくる、うん、だからその海兵隊の海外におけるですね駐留ってもっともっとこれはね規模を縮小すべきだというのがですね、はい、まあ、アメリカでもね、まあ、議会で大きな問題がね
議論されて、そういう方向がねある程度打ち出されたんですよね、うん、でしかしながらですね、うん、アメリカではねやっぱりその軍産複合体、うん、そういうね軍需産業、軍に関わるですねビジネスでですね、はい、こう言ってみればここをしのいでいるというかです、ね、儲けているそういう政治力もあるですね、うん、そういうですねまあ、うん、たくさんアメリカのね、はい、議会に対するですねそれこそねお金、うん、あるいはね票という形でですね、うん、影響力を行使してますからそうです、ね、なかなかねその大義名分としてはもうねそういう海外の基地は縮小し、うん、海兵隊もね、減らしましょうと第一なかなかねアメリカでもですね、うん、それ軍人のねリクルートこれはだんだん難しくなってきてる状況もあるんですね。もあるんですよね。うん、はい。であのこう一つの国に、うん、その外国の軍隊をですね、うん、77年以上も駐留を続けているのは独立国家ではないというのは、うん、その浜田さんも触れられてますが、うん、やはりこれ鳩山幸雄元首相、うん、政権時代からも言っていてでここにも、うん、あの浜田さんが触れられてますけれども、うん、その鳩山首相は当初より普天間の問題に関しては独自の発想に固執し、うん、沖縄の米軍基地はできれば国外に最低でも県外にという主張を声高に訴えていたと、うん、そのためワシントンにとって鳩山内閣は実に目障りな存在であり何としても倒す必要があると受け止められたことは間違いないだろうと、まあ、やっぱりこういうことがあったんですよね、うん、そうですね、うん、まあですからやっぱり、まあ、当時も今もねそんな変わってませんけれども、はい、やっぱりアメリカとすればですね自分たちが世界の中心、うんね、世界のね最強のね、うん、まあ警察官、はい、というですねそういうですね、まあ、国税の下で動いてますから、うん、で俺たちが日本やアジアのね、うん、安全をね守ってやってるんだと、うん、だから当然ですね米軍基地のねこう負担をね経済的にもですねあるいはね政治的にももう当然取るのは当たり前だと、うん、それにね真っ向から反対するような勢力、うんまあ、この場合ですねまあ鳩山さんのような場合はですね、うん、これはですねこう許しがたいというまあ結論に至ったわけですね、うんまあ、ですからねこれはなかなかね今の状況当時とねだいぶ違いますよね。もうアメリカ自身が相当ですね、うん、力がね衰えてきている、うんうん、ですから日本とすればねやっぱり近隣のアジアの国々ね、うん、経済力もですねどんどんついてきているしですね、うんはい、またね逆にその中国の動きがですね、うん、こう問題になっている中面もあるけれども、うんうん、もしね要するに抑止力在日米軍基地が抑止力をね発揮できているとするんであれば、うん中国がですね、うん、尖閣周辺でねこれだけ頻繁にですね領海領空侵犯をですね繰り返すということは起こってないはずなんですよね。そうですよね、うん、だからそういった意味でね前線基地の持っている抑止力というですねこう効力そのものがね今はね見直されるべきだと思うんですよね。と同時に核の傘というか、うんうん、核の抑止も実は幻想ではないかと、うんうんうん、そういうふうに思うんですけどね。そうですね、はい、それもありますよね。要するに核っていうのはで、まあ、使ってしまえばもう核の連鎖で人類が破滅、うん、地球もですねもう人が住めなくなるようなそういうリスクの高い、まあ、兵器なわけですよね。でしかしながら、まあ、核を持っている国は自分たちの国を守るための最大の抑止力としてですね、うん、核の開発と保持、はいね、でも本当にですねこの核がですねそういったね役割抑止力を果たしているのかどうか、うんここはですね、うん、まあ言ってみれば逆にそのね福島のねあの原発事故、うん、チェルノブイリのねああいう原発事故、うん、ものものを考えるとですねやっぱりねリスクとても大きいわけですよね。そうですね。原発も本当攻撃対象になるということが明らかになっているわけですからね、うん、そうですね。だからね、うん、そういったことを考えるとですねまあ言ってみればいかに核のない世界をですね、はい、実現するのか核兵器だけでなく原発も含めたですね。そうですね、はいだってこれだけね自然災害、うん、あるいはまあね手を変え品を変えてのですね、うん、テロ、そういうことのねリスクを考えればですね、うんやっぱりねこの
核兵器もそうですけれども、やっぱり核原発そのものもですね、大きな、ね、リスク要因なんですよ ね、うん、ですよね。先ほどの浜田さんはそのアジアの平和な環境をと、うん、でアジア周辺諸国と の友好を大事にすべきだという発言をされましたけど、うんうん、鳩山元総理も沖縄拠点に東アジア共同体構想というのを打ち上げられているということもありますけれども、僕はこれは非常にこう具体性のあるですね、実現可能性のある構想だと思っていますけれども、どう見られていますか。それはそうですよね。だってアジアこそですね、これからのね、はいはい、まあ、21世紀後半に向けたのですね、一番のね、はい、成長ですよ、ね、の可能性を秘めた地域、はい、まあ、人口もね、こう拡大しているし、新しい産業もね、どんどん起こってきている、うん、しかも海でね、つながってるわけなんですね、はい、この海洋資源開発っていうのはですね、うん、沖縄にとってはね、まさにね、こうアジア世界にね、まあ、貢献できる一番大きなね、まあ、潜在力だと思うんですね。それはまあその、メタンハイドレートのようなですね、天然ガスの一種、そういうものもありますしですね、なんといってもね、海洋プランクトンというかですね、そういうね、海からの贈り物の食べ物、ね、魚も含めてですけどね、そういうものをですね、やっぱり大事に育てるためには環境保全というものはとても大事にもかかわらずですね、今沖縄周辺でもですね、米軍基地からのね、こう化学物質のですね、言ってみれば漏洩、漏出問題で、全地球的規模で見てもですね、海洋汚染、プラスチック汚染だけじゃなくて、海洋プランクトンそのものがですね、極端に減少し始めてきている状況があるんですね。だからそういうことに対してですね、ストップをかけて、本当にね、人類、ね、人間の、ね、生存に欠かせない海を守っていく、それの、ね、やっぱ中心に沖縄というものがです、ね、果たすべき役割があると思うんですよ ね、 ですよね。で最後に触れさせていただきたいのがです、ね、この章 の最後に浜田さんが書かれているのがです、ね、米軍基地がなくならない限り沖縄の祖国復帰は完成しないと、私もその通りだと思いますけど、少しまあ、そうですよね、はい、最後にこの問題を触れていくか、まあ、それはですね、うん、軍事基地、これがね、うん、抑止力になるということが、ね、はい、ちゃんと立証されればですね、うん、まだ一定の意味はありますよね、うん、しかしながらこれまでね、もう戦後77年も経ってですね、本当にねアメリカはですね、世界800カ所にですね、うん、基地を維持してるわけですよ。ですよね、未だにね。それでですね、世界がですね、平和なね、安全なですね、そういうね、環境に転換できたか、というと、それはもう全くね、その逆。本当にそう思います。なんですよね。だからそういった意味で、日本がね、まあ、平和国家としてですね、世界にね、こうアピールしていくっていうんであれば、やっぱりね、自分たちの足元、ね、日本という国の中からですね、そういう外国のね、基地だとか部隊だとか、ね、うん、そういう兵力なんかはやっぱりですね、撤廃して本当に日本らしいですね、平和外交、平和な国づくりというものでアジア世界にですねアピールしていかないと、みんなねついてこない。そうですね。それはね、大きなね、政治のね、決断力、判断力、行動力なんですよね。ですよね。未だにアメリカの属国とかですね、米軍の占領が続いていると言われているこの状況を脱却して、真のやはり独立国家にですね、日本をして、その軍事に偏らない形で安全保障をですね、追求していくと。で、沖縄の基地もですね、完全撤去するような方向でですね、やりながら、東アジアの周辺諸国とも友好関係を築いていくということが一番必要だということですよね。そうですね。だからね、はい、アメリカでさえですね、日本はね、属国ブルースにですね、飲み込まれているみたいな。あ、触れられてましたよね。属国ブルースって言われてますね。そういうようなことをね、はい、アメリカからね、はい、言われている。こんな恥ずかしいですね。本当ですね。恥ずかしいです。と思うんですよね。はい、だからね、こう木村さんおっしゃるみたいに、やっぱりね、日本はね、沖縄も含めて、ね、はい、素晴らしいですね、海洋国家としてのですね、うんうん、ポテンシャルですね、これを持ってるわけ、うん、ね、それで海を通じてアジア世界とね、これだけつながってるわけですから、
そこのところの特質、ね、これを生かしたですね、はい、新しい国づくり、うん、それの、ね、こう出発点がやっぱり沖縄、うん、だと思うんですよね。本当にそう思います、はいはい。今日は本当にですね、まあ、沖縄基地返還の問題を中心にですね、浜田さんに貴重なお話をしていただきました。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は皆様方にご支援のお願いです。私たち ISF 独立言論フォーラムは一切の広告なしで真実探求と戦争廃絶で志を同じくする個人団体によるご寄付によって運営される市民による独立したソーシャルメディアです。ご支援をいただける方は下記口座宛てにご支援をよろしくお願いいたします。なおご支援いただいた方には IS 通信の送付、 ISF 主催の公開収録、シンポジウムへの無料参加など ISF サポーターとしての対応をさせていただきます。口座情報はゆうちょ銀行振替口座01780717344449、一般社団法人独立言論フォーラムです。ホームページもぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。